カリアルナソンは、スウェーデンヨーテボリ出身のプロサッカー選手。アイスランド代表。ポジションは CB。スウェーデンのヨーテボリで生まれ、5歳の時に、アイスランドの首都、レイキャビークに移住。1999年から5シーズンビキングル、レイキャビークでプレーその間、大学のサッカー部でもプレーした。ビキングルでの活躍が評価され、2004年に、 アルスベンスカンのユールゴーデン・イフニー籍。2007年、デンマークのオース GF と2年契約を結んだ。2009年夏、フットボールリーグチャンピオンシップに所属するプリマス・アガイル FC のトライアルに参加した。最終的に単年契約を勝ち取った。2011年6月、プリマス対談後にイタリアで行われていた、ハート・オブ・ミドロシアン FC のプレシーズンツアーに、 参加した。ハーツからはオファーがなかったが、7月に同じスコティッシュ、プレミアリーグのアバディーン FC に加入した。2012年6月、ロザラムユナイテッド FC に移籍。2015年6月、マルメ FF と2年契約を結んだ2017年1月、オモニアニコシアに移籍。2017年6月、フルスアバディーンに復帰。2018年5月15日、 一年契約でビキングルに復帰した。2005年3月に代表初招集イタリア戦に出場し代表デビュー。2005年10月のスウェーデン戦で初ゴール。UEFA ユーロ2016のメンバーにも選ばれた。初戦のポルトガル戦ではクリスティアーノ・ロナウドを徹底マークしスコアレスドローに持ち込んだ。グループステージ最終戦のオーストリア戦ではアシストを決め。 マンオブザマッチに選ばれた。ラウンド16のイングランド戦でも再びアシストを決め、歴史的版狂わせに貢献した。ありがとうございます。